吉永達也はフリー司会社ローカルタレント、山口県山口市生まれ、山口高校、神戸学院大学を経て、1990年に近畿日本ツーリストに入社し、ツアーコンダクターなどを務める。2001年に近畿日本ツーリストを退社し、個人事務所、スクエアを設立して司会業として独立。山口を拠点に、イベントや、 ローカル番組の進行役などを務める。2006年の山口ケーブルビジョン、安部への幸せます。で、番組ディレクターと編集業務に従事するなど、番組制作も担当するようにもなる。2008年に中国リーグ所属のサッカークラブレノーファ、山口 FC 監督を務めていた、宮成隆から、スタジアムを盛り上げてほしいとのオファーを得て、スタジアム MC としての活動をはじめ、インゴレノファの、 ホームゲームでのスタジアム MC を務めている。並行して、スタジアム外でもレノファ山口 FC を応援する活動を続けており、2012年4月から山口ケーブルビジョン他山口県内のケーブルテレビ局で放送され、2017年からテレビ、山口に放送局を移して放送されているレノファ、山口 FC 応援番組、レナバスクエアでは出演から撮影、 編集までを一人でこなしており、レノファのアウェー戦にもすべて取材スタッフとして足を運んでいる。ありがとうございます。